ばんは、脂身長男でーす。はい、今日はね、脂身長男の深夜バーこそこそ動画です。今日はね、ウイスキー修行したいと思いまーす。はい、まあ、もともとね、スコッチが好きで、あの、蜂蜜のような、甘い、スコッチが好きだった私ですが、最近なんか急にね、苦手だったバーボンに傾倒するようになりました。それで、今日飲んでみますのはこちらです。ドーン、ワイルドターキーです。まあ、これはね、いろいろあります中でワイルドターキースタンダードということで、一番ね、ベーシックのワイルドターキーになります。以前ね、ワイルドターキーの8年を飲んでね、あれうまいんじゃないのと感じましたんでね、それとの比較でね、飲んでみたいと思います。まあ、実は今から9年ぐらい前にね、一度だけ買ったことがあるんですけども、その時はもう本当にウイスキー飲んだことないような状態で買いましたんでね、味も何もわからなかったというところがあります。今日はどう感じるのかね、楽しみです。じゃあね、早速ね、開けていこうじゃありませんか。新しいボトルを開けるときはいつだってワクワクするもんさ。 It's always exciting when I open a new bottle ということでね、アホなことは言ってないで開けていきましょう。どうやって開けるんだこれ。はい、まあいいでしょう、全部取っちゃいましたけどね。今日はね、これをたしなんでみたいと思います。多分ね、キュポンって落としますよ。本当はね、ロックグラスでいきたいんですけどね、ロックグラスなくなっちゃったんでね、このワイルドターキーの協賛品であるね、このワイルドターキーグラスで飲みたいと思います。最初の一杯は絶対トクトクトクといい音がすると思います。こんなもんかな。いい音ですね。それではね、まず香りから。このグラスは香り嗅ぐのに適してないですな。わかんないな。まあ、一つわかるのは、思ったほどアルコール臭がしないということですかね。でね、説明が書いてあるわけですよ、裏にね。英語で書いてあるんですけども、 With notes of sweet vanilla pear and hints of spice ということで、甘いバニラと洋梨とスパイスの、香りがするということなんですが、残念ながら今のところバニラも洋梨も、スパイスも感じられません。この高いグラスのせいですかね。まあまあ、これはね、飲んだ後でまた感じが変わるかもしれませんのでね、とりあえず飲んでみましょう。いただきます。昔飲んだ時よりもね、甘いと思えるようになりました。まあ、当然といえば当然かもしれないんですけど、8年の方がね、甘いですね。で、なんて言うんでしょうね、アルコール感がね、こっちの方が実は感じました。8年は確かね、50.5 度だったんですよ。これ40度だから、まあ、40対 50.5 で、向こうの方がね、10度以上高いんですけど、こっちの方がアルコール刺激を飲んで感じるという結論になりました。で、味なんですけど、ストレートで飲んだ時に感じるのは、トウモロコシの甘みですかね。トウモロコシとか穀物類的な、甘みを感じます。バニラは正直あんまり感じなかったかなと。8年では僕でもね、バニラと分かったんですけど、これは一発目で今ちょっとね、ストレートで飲んだ分では分からなかったですね。まあ、トウモロコシ的な、穀物類的な甘みを感じました。で、
美味しいんでしょうけど、で結構厚みはあるんでしょうけど、やっぱりね先に8年飲んじゃうと8年がものすごく厚みがあったんで、ちょっとね、厚みが足りないかなというイメージを持ってしまいますね。まあ、これを先に飲んだ方が良かったんでしょうけどね。まあちょっとね、今度は加水してね飲んでみたいと思います。キュポン。じゃあ加水作りますね。お作りします。どれぐらいだろう、トライスアップいかないぐらいがいいね。うん、こんなんで十分でしょ。ウイスキー2に対して水1ぐらいですね。うん、色は結構濃いめかもしれないですね。8年ほどじゃないけどね。うん、やっぱ8年と比べたら濃くかもしれませんけど、でもねこれはあれですよ、説明にはね5年から8年の成熟したウイスキーを使って作られてるということで、まあ向こうはね8年以上ばっかりですけど、これは5年から8年ということでね、一番若いのでも5年入ってますからね、成熟の早いバーボンですから、決してねスタンダードといえどね、軽くないなと思います。じゃあね加水いってみたいと思います。ストレートでもね加水でも思ったんですけど、僕がバーボン嫌いだった理由の一つであるセメダイン臭さ、8年ほとんど感じなかったんですけど、このスタンダードも感じないですね。 あれ実は苦手なんですよ。もう接着剤の匂いしか感じないバーボンありましたから過去にね、これはあるのかもしれないけどほとんど感じないですね。じゃあいただきます。加水した方が甘いな。え？こっちの方がうまいぞ。そうなんだ。あ、こっちの方が甘いな。なんで？アルコールの刺激がギューッと下がって甘みがグーッと広がりました。へえ、加水した方が甘いんだ。物系の甘みですかね。今になってねちょっとバニラを感じることができました。まあ、そんな強烈なバニラじゃなくて薄いバニラですね。素人の僕にはちょっと薄いバニラの気がします。いやー難しいですね。でもこれ加水の方がうまいということはロックいいかもしれないですね。じゃあね、ロックもね立て続けに行ってみたいと思います。はい、古典的な手法で氷が入りました。これでねロックを作りたいと思います。キュポン。よし、こんなもんかな。今日はマドラーがないんですよ。バーボン飲みはそんな細かいこと気にしちゃいけないぜ。それではワイルドターキースタンダードのロックいただきます。キリリ、あ、冷えたワイルドターキーからチョコレートの匂いがしました。ダークチョコレートというかブラックチョコレートというか甘くないチョコレートの香りがします。これはあれですかね、焦がした樽の効果でしょうか。まあその中に、バニラの香りがするって感じですかね。いただきます。
冷やしてもね、あのスコッチにありがちな苦味がこう突出してくるというか、そういうことはないです。まあ甘みもね、トーエスアップに比べるとスポイルされましたけど、苦味が出てこないのでね、非常に飲みやすいんじゃないかと思います。飲みやすいですね。今まあ一杯ずつ飲んだだけなんですけど、個人的にはトーエスアップが一番うまいですね。で、飲みやすさでストレートやロックの方がちょっと上かなと。トーエスアップ、ロック、ストレートという順で今のところ気に入りました。うん、ワイルドターキー面白いお酒じゃないかなと思います。まあ実はこのワイルドターキーなんですが、あのジムビームと、同じようにね、蜂蜜リキュールがねあるんですね。ワイルドターキーハニーという名前であるんですけど、私は実はあのジムビーム版を飲んだことないんですけども、ジャックダニエル、あれのテネシーハニーは飲んだことあるんですよ。めちゃくちゃ気に入ってますんでね、このワイルドターキーのね、蜂蜜版もね、いずれ飲んでみたいと思ってる一本です。まあとりあえずね、結構酔っ払ってきましたんでね、総評に行ってみたいと思います。それでは総評どうぞ。